おはようございます。釣り子 TV です。これね、デプスンのケロムシなんですけども、今年の新色がですね、釣り具屋さんに並んでいたんで買ってきてみましたね。ツイッターとかいろんなね、デプスのいろんな情報網でですね、ブラック出るよっていうことでアナウンスされていたんですけども、いよいよですね、店頭にも並んでいたんで早速ですね、一袋を買ってきました。これまで出てからのラインナップは8色展開だったんですけども、このブラックがね入ることによって9色展開になったということで、価格はね900円ですね。じゃあね、早速ブラック開けていきたいと思います、ね、はいはいはい、汚く開きましたね。これね、もうあ、どうですか。まあまあ綺麗にいったんじゃないでしょうか。結果オーライ、結果オーライってことで、早速開封よいしょ。匂い、あーね、ケロムシ特有の香ばしい香りがしてまいりましたが、うわー、こんな感じですね。ゴロゴロゴロっているんですけども、900円で 1,2,3,4,5 匹入ってます。はい、ケロムシブラック、あー、このね独特の素材感ね、あまたあるね虫ワームの中でこれね、ケロムシ、あ、今でもねお気に入りで、ちょっと在庫が少なくなってくると、買い足す虫系ワームなんですけども、裏側にこうスリットがあるんで、まあオフセットフックをセッティングして、んでもってこう、この最初からこういうデザインになってるんで、スカーンとね魚によくかかるよっていうことで、こんな形ですね、手がですねこう4つついていることによって、その場でこうもだえるようなねアクションをするっていうことで、でこの黒色ね、ほんとね、黒ってねシルエットがはっきりくっきり出るんですよね。まあ、例えば冬場の亀山ダムなんかでは今黒色のレッグワームのダウンショット、これをディープね9メーターから13メートルぐらいまでに送り込んでよーく釣れるっていうことでね、もう紙カラーみたいな感じになってるんですけども、水面においても結構同じだと思うんですよね。こうちょっとねあやふやな存在感にしたいなんていう時は、スモークがかったカラーのワームとかですね、そういったのを使っていければなと思うんですけども、ちょっと濁りが入った時とか、魚によくこう場所をしっかりと見てもらいたい時っていうのは、やっぱり黒色効くんじゃないかな。トップウォーターの黒色で覚えているのが、昔一世を風靡した、まあ今でも人気ですけども、メガバスのポップ X ってありましたよね。あれのデッドリーブラックシャットっていう黒主体のカラーなんかがあって、で夕暮れ時ね、ちょっとローライトになったタイミングで、まあいろんなカラーね使い比べるんですけども、明らかにねバイトの数が偏ったなんていうイメージがあるのが、あ、黒色だったんですよね。まあそんなにもうなんだろう、暗いし違いわからないだろうって思うんですけども、非常にこういうメリハリのあるはっきりしたカラー展開をするとですね、当たる時はものすごい当たる、まあハマるっていうんですかね、釣果が偏るっていうような、記憶があるんで、これはね今年黒出るよっていうことで、あ、出たらねちょっと買っときたいなと思ったんで、今回ですね並んだばっかりだったのかバチッとね、変えたんで、これね、あとはイボーグのでっかいやつとかもね、買いたかったんですけどね、あれはもう人気すぎてですね買うことできなかったんですけども、お楽しみにしていたこのケロムシのブラックカラーね、これが買うことができたんで、なかなか精悍なルックスですよね。こう普段はね遠くから見やすいからっていうことで、ピンクとかね、チャートのカラーとかそういったのを好んで使っていたんですけども、せっかく買ったから、まあねちょっとね黒色も、この後ですねいろんな釣りで試していければな。このねまたねムチムチの独特の素材感がですねいいですね。で針は自分は今のところですね、これに関しては
流儀のインフィニーホビットの2番もしくは1番ね、ここら辺を使っております。大きい方の番点するとね、本当この頭の先端からお尻ギリギリのセッティングになるんですけども、まあ、それがいいのかな、すごい魚がよくかかるんですよね。で、より針先をちゃんと隠しておきたい、きついカバーに打ち込むぞっていう時は一個小さい番手の方の針を使ってるんですけども、まあここはちょっと掛けに行きたいななんていう時は大きい方のね針のサイズを使っております。で、これね中空素材とかっていうわけではないんで、あんまり重いね針を背負わせるとちょっと沈み気味になってしまうっていうことがあるんで、インフィニかもしくはインフィニホビットかっていうと、自分はホビットの方ね、軽い細い軸線形の針なんかで合わせてすごい使いやすいなと感じております。で、まあ、最近あるねあのブーンとかああいった小型の最新の虫系ワームとの使い分けって考えると、まあこの手がねこんだけビラビラついてますからね、ほんとね岸際に入れて、オーバーハングがほんと狭い距離の時、結構ね長い距離オーバーハング日陰がある時はああいったこういう手のない、ワームでテンポよく、例えば青キムシミッドとかあとはブーンとかそういったので、誘ったり、あと木にぶら下げる釣り主体の時はああいった、まあ、手のないですね、スルスルトゥルンってね抜けやすいね、ああいったブーンとか青キムシとかああいうシンプルな形状のを使うんですけども、そうではないでオーバーハングの日陰の距離も短めっていう時にケロムシの出番となってくるというような使い分けで、この虫ワームを選んでおります。あと投げてみると分かるんですけどね、この手がね4つついてることによって先にこういう手が避けてくれるからなんですかね、ほんとねなんかね根掛かりしづらいんですよね。シンプルな形状の虫ワームよりもこういった針先より先に枝とかそういったのを避けてくれる、ぶつかってくれる、まあリップの役割ではないんですけど、まあでもイメージ的にはそんな感じですね。切りもみ状の状態でもこの手が先にその障害物にヒットしてコロンと引っかからないで出てきてくれるなって、そういったイメージがあるんで、障害物とか、まあ、あとテンポよく引っかからずに岸の最奥にね、投げたい時、そんな時にこのケロムシを使っております。でラインはですね、PE ラインのそういった奥に、突っ込む釣りで使うんで細い番手よりもまあ 0.85 以上の細めの PE ライン、まあ、0.85 から 1.55 とか、そのあたりのちょっとパワーフィネスによったようなラインで、で、まあ、8本よりの PE ラインとかで今使ってみておりますが、今年もねこれから、虫のシーズン、あとねカエルも、よく鳴いてますし、あとまあこのシルエットなんで、この前ね初めてねセミの鳴き声がよく聞こえたんですよね。本当セミがやたらうるさく鳴いてるななんていう時もこの手のねもがくもがこうもがく系のワームが活躍してくれるシーズンになるんじゃないかななんて思いますんで、釣り具屋さんでねこの黒色を見つけたら新色のケロムシブラックだなんていう感じでイメージしていただけると、でこれはねほんとね足りなくなると買い足すワームなんで、本当ねおすすめの虫系ルアーなんじゃないかななんていうふうに思います。でねまあ素材がいいっていう反面ね、ちょっとこうソフト、結構柔らかいんで、例えばそうですね青キムシミッドとかいうああいうすごい持ちのいい素材のワームに比べたら、なんだろうなコストパフォーマンスというか返ってこない率は若干高いかなと感じております。ただ浮く素材なんで針の選択さえ間違えなければ魚がかかった後ポーンって飛ばされてもですね浮いてますんで、タモとかで拾いに行けるんじゃないかなというふうに感じております。このね柔らかさがここぞっていう時にね確実に魚のヒットをアシストしてくれるはずなので、これはねボックスに1個ね入ってないとちょっとこれからの夏、まあそうですね、
月10月ぐらいまではねちょっと不安になっちゃうかなっていうね、そういった本当信頼の虫系ワームでございます。でね、ケロムシ軍団5匹入ってますんで、大切にですね、釣りの方で使っていきたいと思います。というわけで本日の釣りコー TV はですね、気になっていたケロムシの新色ケロムシブラックね、これがついに釣り具屋さんに並んでいたので、一袋買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。